質問はですね、師匠体についてです。師匠体について、師匠体とは一体何ですかと、こういう質問です。これはですね、まず師匠体と言いますのは、躯体、重体、滅体、動体のことです。最初の躯体というのはですね、苦しみの真理ということで、私たちは幸せそうに見えてもみんな苦しんでいるということです。苦しんでいる。なぜ苦しんでいるのかと言いますと、十悪をやっているために苦しんでいるんですね。重悪と言いますのは、重悪と言いますのは、貪欲、真に、愚痴、季語、良舌、悪行、猛語、摂政、中等、邪淫と、こういうことですね。そこで、師匠体についてよく理解するためにはですね、この重悪をよく理解しなければならないです。つまり、なぜ私たちはこの十悪にはまってしまうのか。因果の道理ですから、この十悪が因となってですね、十悪が因となって私たちは苦しみという結果を受けているんだと。だから重悪をやめれば、その苦しみは滅していくと。苦しみは滅していくと。じゃあどうしたら、その苦しみ、重悪をやめていくことができるのかということが動体というふうになるわけですね。だから、すべてはこの重悪をよく理解するっていうところから始まるわけです。この重悪を理解すれば、なぜ私たちは苦しまなければならないのか、そして今苦しんでいることもわかるし、そして苦しみをなくすためにはこの重悪をやめていかなければならないということもわかるし、どうしたらその重悪をやめていくのか
ということに関心が出てくるわけです。これが師匠体ということなので、師匠体を聞きたいということは儒学が聞きたいと、こういうことになるわけですね。でそこで儒学について時間の許す限り、詳しく説明をしていきたいと思いますが、まず最初の貪欲ですね、そこから話をしたいと思います。貪欲については81ページですね。スペースの関係上消しますね。81ページ、左から1,2,3,4 行目にですね、世人薄俗にして共に普及のことを争いとですね、普及のことを争い、薄俗っていうのは知恵がないためにっていうことです。だから全ての悪というのはですね、この儒体っていうのは悪をするから悪をするから苦しむわけですね。じゃあなぜ私たちは悪をしてしまうのかというと、ここに書いてあるように世人薄俗にして世の中の人は知恵がないために悪をするんです、ね、これ分かっていただきたいことはですね、私たちが悪をするのはですよ、いわゆる私たちが苦しんでいるのはその能力がないからでもないんですよ。頑張れないからでもないんです。知恵がないからなんです。知恵がないから間違った考え方にとらわれるんです。仏教ではですね、全ての人たちは真っ暗な闇の中でうごめいているものだとこう説かれているわけです、真っ暗な闇の中で光がなく、自分のやっていることがわからない、何が正しくて何が間違っているかということもわからない、だから例えばお酒を飲んじゃいけないって頭でわかっているのに酒が飲みたくなる、これは意志が弱いから酒がやめられないわけじゃない、ね、意志が弱いからじゃない、知恵がないからです。どうもお酒が飲みたくなるとね、こうやってお酒を飲むと未来どうなるかというのがブワーッと消えてですねこの酒さえ飲めば楽になると思ってる、これが知恵がない、ね、ちょいと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、もうねこれで体にいいわけないとね分かっちゃいるけどやめられないってね、スイスイスイだらだったスラスラスイスイスイってね、もう一回飲むとねやめられない、なんでか、それは真実が見えないから、知恵がないから、こんなことをしたらどうなるかっていうことがわからないから、だからお酒を飲んでしまう、酒を飲んだら楽になれると思っている、ね、苦しみから逃れられると思っている、そうやってね現実から目をそらしていたらいつかいつか苦しまなくていい日がやってくるんじゃないかと思っている、ね、そうじゃないんですね。世の中は因果の通り、
蒔いた種は必ず生える。そうやって悪をしたら自分が後から苦しまなければならない。ところが怒りを起こすとですね、もうそんなね、苦しみがやってくるとかどうなのかっていうのは全部吹っ飛んで、もうえいまーよって感じで怒ってしまう。なんでそんなにまで私たちは欲にね、走るのか、怒りに走るのか、その重悪のもとは何かというとですね、知恵がないために、真実が見えないために、理想の自分に、しがみつくからなんですね。この理想の自分にしがみつく心を仏教では我習というふうに言うんです。いいですか？この我習が邪魔になって阿弥陀仏の光明を受けられないんです。二我脈道を進むっていうのは、この理想の自分をぶち破っていくためなんです、ね、会社でね、苦しいな、辛いなって分かっていても、社長にね、いや辛いんですと、ね、この仕事は受け取れませんと言えないのも、いい顔がしたいという理想の自分にすがっているから。ちょっとね、仕事場で苦しいことがあると、もうやだ行きたくない、ね、会社を辞めていいですかと、こういうふうに言ってしまうのもね、理想の自分にすがってるか、あなたはそんな素晴らしい人間なんですか、そんなみんなから尊敬されるような人間なんですか、そうじゃないでしょ、真実から見たらね、情けないものなんです。龍樹菩薩はですよ、私たちの真実の姿は涅弱孤劣だと。ねえ、弱、孤劣だと。ねえ、弱、孤劣というのは、ねえっていうのは悪い。ね。もうね、いいことなんて考えない。悪いことしか考えないものが、私なんですよ。ね。弱って、ね、弱い。ね。なんかね、お酒を私はやめられる。ね、やめられるわけないんですよ。ね、ちょっとこう、やめられた分、僕はね、もうなんかこう、ね、もう二度というのを読まなくなったんだとかね、そんなわけないんです。そんな理想の自分じゃない。ちょっと怒らなくなったからといってね、うん、僕はね、怒らなくなった、もうね、これで怒ることも最後なんだ、ね、そんなはずはない、ね、ちょっと仕事が続いたからといってね、もうね、苦しくなることありませんでした、仕事を辞めることありません、辞めたくなることなんてありません、ね、うぬぼれです。そんな強いわけない。それが真実なんです。ところがちょっとね、お酒を飲まないとね、あ、もう酒を飲まなくて済んだ、ね、私はもう二度と酒を飲まない人間になったんだ、ね、強くなったんだ、そうやってこう安楽椅子に腰掛けね、仕掛け。ところがね、しばらくするとね、ものすごい衝動がやってくる。ああ、ダメだ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 ってね、思っていたのも最初のうち、ちょっと一杯ぐらいならね、いいんじゃないか。いや、一杯ぐらい飲んでも今まで飲んでなかったんだし、ね、こんなね、あの お酒にね、もう身を滅ぼすことなんてないんじゃないか。あ、そうだよ。他の人たちもみんな飲んでるじゃないか。他の人たちも飲んでるのに、自分はね、ね、ちゃんと仕事をして、私だけなぜ我慢しなければならないんだ、飲んでしまえなんてね、そうやって飲む、飲んでしまった後はね、バカだ、俺なんて生きる資格なんてないんだ、ダメな人間なんだ、こんなにもうあんなに懺悔をして飲まないと決めたのにってね、懺悔したからといって変わるか、
変わるわけない。ね、あなたの今というのは今までの種まきが集まって今が生み出されてる。因果の通り、一朝一夕であなたができてない。今までの種まきがあなたを生み出されてるのにね、懺悔した、あれだけ泣いた、ね、あれだけ反省した、それで変わるわけないんです。そんなことで変わったらね、仏教なんていらん。ところがね、私たちはすぐにうぬぼれてもう大丈夫だと、もう私は酒を飲まなくて済むと、こういうふうに思ってしまう。この心が重悪を生み出すんです。この理想の自分にすがりつくところからね、嘘が始まるわけですよ。本当はね、お酒を飲んだのに、酒飲んだんですか、いえいえいえ飲んでおりますね。本当はね、怒ってしまったのにね、いやあれはね、あの人が怒らせたから怒ったね。ねえ、私はね、そんな怒りたいと思って怒ったわけじゃない。あの時ね、あの人が、あの奥さんが私に対してこんなことを言ったからね、うちの旦那がこんなことを言ったから、社長がこんなことを言ったから、だからこんな感情になったんだ。そうじゃないね、あなたの心にそういう弱いものがあったからだ。それをちょっとね、いやこういうところがあった、ありましたねっていうね、いやそうじゃなくて、あれやこれ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 って言い訳がね、卑怯ねえ、そんなでも潔くない、往生際が悪いね、ぐた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 ってね、言い訳をしてね、いや私はこんな悪くない、こんな悪くない、こんな悪くない、こんな、そうだ悪くないんだとかね、思い込んでしまうこういう風になるとかね、であいつが悪いんだとかね、なんでこんな風な目に遭わなくちゃいけないんだ、なんで私はこの職場でね、こんな風に苦しい思いをしなくちゃいけないの、全てはあなたの蒔いた種じゃないですかね、なんで他の人はこうやって彼女と付き合っていいのにね、私は付き合っちゃいけないんだ、全てはあなたが蒔いた種じゃないですか、ね、なんでこんな体で耐えていかなくちゃいけないのか、全てはあなたの蒔いた種、ね、これがあなたの種、蒔いた種によって今が生み出されているわけです。今のね、現実が生み出されているわけですよ。それをどうしても受け入れることができないからみんな苦しんでるんですね。だから受け入れたら苦しみは消えます。仕方がないなって思えたら苦しくないです。どんな職場にいても、どんな環境にいても、どんなに責められたとしてもですね、ああこれが私の蒔いた種なんだ、自分の種まきを反省することができたら苦しみはないんです。だけどなぜ苦しまなくちゃいけないのか、それは理想の自分にすがっているからなんです。人はですね、何のために生きているのか、ね、全ての人は何のためにあんなに頑張っているのか、それは理想の自分を守るために生きてるんです。理想の自分を演出するために生きてるんです。理想の自分を人から認めてもらうために生きてるんです。そうやって私たちは自分の心を傷つけ、人を傷つけていくんです。だからそのどうでもいいことがどうでもよくなくなるんです。勝ったか負けたかっていうことにとらわれて、自分は負けたんじゃないかと思うと落ち込んだりするわけです。人とね、比較して上か下かっていうことが気になる。
これが全ての人が苦しんでいる理由なんですね。ね、だからこの理想の自分をぶち破って本当の自分を明らかにしていくことが仏教の目的なんです。阿弥陀仏とはどんなことを私たちに、してくだされるのか、阿弥陀仏のお力とは何かというと、私たちにこの寧弱孤劣だという真実を教えてくれる力なんです。ね、真実を教えてくれる。そして理想の自分というものにすがっているですね、この我習という古文をですね、ぶち破ってくだされるのが阿弥陀仏のお力なんです。自分が今こんなにも苦しんでいるのは体調が悪いからじゃないんです。病気だからじゃないんです。いつか良くなると思ってるからなんです。いつか良くなって元気になって、そこから人生が始まるって思ってるからなんです。ね、なんでこんなに職場で苦しまなくちゃいけないのか。それはね、もう私はね、そんなね、こんなね、バカにされるような待遇を受ける自分じゃないと思ってるからなんです。ね、なんで家の中で腹が立つのか。ただね、私はそんなね、奥さんからこんなね、軽く扱われるような人間じゃないと思っているからなんです。そうやって理想の自分にすがって、そのイメージを守るために必死に頑張ってるのが世の中の人たちなんですよ。バカにされるんじゃないか、下に見られるんじゃないか、ね、踏みつけられるんじゃないか、縛られるんじゃないか、そんなことにとらわれてですね、本当の自分を知らない。だからどうでもいいことがどうでもよくなくなるんです、ね、ここに世人白俗にして共に普及のことを争いとこう教えられていますけどですね、知恵がないために、真実がわからないために、どうでもいいことが問題となって、苦しんでいるわけですね。だから、その苦しみを取り除いていくためにはですね、ただ一つ真実を知っていくしかない、ね、真実を知れば十悪を生み出す元である古毛が破れて、苦しみは滅するわけです。苦しみのない世界に出れる、ね、この古毛が破れたならば、阿弥陀仏のお力を妨げる無明が破れてですね、阿弥陀仏を見ることができる、念仏をすることができる、信心欠如をすることができる。だから気の人心が立った時に法の人心も立つんですね。二種人心が立つわけ。じゃあ気の人心が立つということはどういうことなのかというとですね、その菩薩善知識によってこの真実を聞かせていただかなければならないわけです、ね。これはどういうことかというと、教行信書行間ですね、312ページ、右から 1,2,3,4,5 行目にですね、一切衆生ことごとく一乗あり、無明大得るをもっての家に見ること得ることあたわずとですね、すべての人に一乗がある、すべての人に仏性が降り注いでいる。仏性というのは真実を見せる力ということです。これが阿弥陀仏のお力です。ところが無明を覆っている、無明を覆ってるっていうのは、私たちは理想の自分に取りすがっているので、
真実をはねつけてしまうんです。真実って例えばどうやって出てくるんですかって言ったらね、例えば酒を飲まないって思っていたのにお酒を飲んでしまった。これは真実が教えてくれてるわけですね。因果の道理ですから。あなたは酒を飲む人間だと教えてくれているわけです。怒らないっていうふうに思っているのに怒ってしまった。それは真実が教えてくれているわけです。あなたは怒る人間なんだということなんです。ところが理想の自分というものをにすがっているとですね、いやいやいや、私は本当はお酒を飲まない人間なんだ、私は怒らない人間なんだ、私はバカにされない人間なんだ、見下されない人間なんだと、私は善人なんだと、そうやって現実を否定しようとするんです。こう見ないようにしようとする。真実は常にこう私の姿をね教えてくれているのに、私の我がですねその真実を跳ねつけて見ようとしないわけです、ね、だから反省することができない。どれだけ真実が知らされてもですね、ああ私は酒を飲む人間なんだ、私はねこんな人を大事にできる人間じゃなかったんだ、私はね、そんなねバカにされるような人間だったんだと、ね、めめしい人間だったんだ、怒るような人間だったんだと、こう認めることができないわけです。常に教えてくれてる。だからそれを跳ねつけてしまっているね、この理想の自分にすがっているから真実を見ることができない。真実を見ることができないから、だから他力が必要なんですね。他力とは一体何かと言いますと、他力というのは如来の本願力なりと、308ページですね、右から 1,2,3 行目に他力というのは如来の本願力なり。論に曰く、ね、本願力というは大菩薩発心の中において常に三昧にありて、種々の心、種々の神通、種々の説法を現じたもうことを示すとですね、じゃ あ私たちはこの真実を跳ねつけて見ようとしないので、だから善知識菩薩が必要なんだ、こういうことなんですね。善知識が必要なんだと。その善知識は私たちにどのようにして真実を教えてくれるのか、真実を見せてくれているのか。まず世界の働きは常に真実を教えてくれているわけです。だから阿弥陀仏の力は全ての人に降り注いで常に真実を見せてくれている。例えばバカにされたならば、それはそういう人なんです。自分は腹を立ててしまったら自分はそういう人なんです。酒を飲んでしまったとしたら、それはそういう人なんです、ね、仕事辞めたいっていうふうに言ったら、それはそういう人なんです。もう意志の弱い人間なんです、ね、いやそんなにあなたはね意志が弱いですよって、そんなことありません、私はそんなね弱っちい人間じゃありませんとかね、いやあなたねそんなめめしい人間、いや私はめめしくありませんとかね、そうやって否定したくなるんです。真実は常にね、あなたの心にこう教えてくれてるわけですよ。自分の真実の姿を。それをそのまま受け入れればいいんです。ありのままにね、はいその通りですって言えばいいんですけど、認められない。だから善知識が必要なんです。真実を受け入れるまでは善知識がいなければ、その真実を受け入れることができない。じゃあ善知識がどのような形で私に真実を教えてくれているのかと言ったらですよ、その真実というのは説法という形で教えてくれているんだと。
こういうことなんです、ね、真実はどのようにして私に届くのかというと、全知識の説法によって届く。これが種樹の真、種樹の神通、種樹の説法を現じたもうことを示すと、ね、全知識が説法をしていくことによって私たちが真実、私たちに真実が知らされていくわけです、ね、今この師匠体のどこの部分を話をしているかといったらこの胴体です。胴体、今この不体中体滅体ずっと話をしてきた中の胴体ですね。どのようにしたら私たちはこの苦しみから離れていくことができるか、それは真実を知ったら苦しみから離れていくことができるんだ。じゃあ真実というのはどのような形で私たちに伝わってくるのかと、こう言いますと、全知識の説法という形で伝わってくるんだ、ね、これは他にもですね、教行信書神官末ですね、387ページ左から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。この10年は全知識の方便愛にして実相の方を聞かしむるによりて生ず、ね、実相の方を聞かしむるによりて生ず、実相っていうのは真実を全知識が解かれるから私たちはですね、真実が知らされていくんだと、ね、そして、一は実、一は子なり、兄愛比べることを縁や、真実が知らされていったならば、その理想の自分にすがっている私たちは、私たちの心はだんだんと崩されて真実に染まっていくんだ。例えば潜在の暗室に光もししばらくいたれば、すなわち明朗なるがごとし、例えば潜在の暗室に光もしばらくいたれば、すなわち明朗なるがごとし、闇暗室にあることを潜在にしてさらつということを縁や、ね、たとえね、どんなに過去はですね、お酒を飲んで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 飲んだくられてもうどうしようもなかったような人であってもってことです。潜在の暗室にっていうのは、ね、長い間悪を続けていた人であっても、ね、長い間怒り続けてきた人であっても、長い間人を責め続けてきた人であっても、ね、長い間苦しみ続けていた人であっても、それはなぜそうやって苦しみ続けてきたかというと、真実に暗かったから、暗室、闇の中にいたからなんだ。真実がですね、分からなかったから悪を続けてきたんだ。それが全知識の教えを引いていくことによって、光が差し込んだならば、真実が知らされたならば、妙老なるがかとし、今まで間違っていたことをやっていたっていうことが分かって、ああ、バカだった、バカだったと、ね、反省してやらなくなる。ね、たとえね、なんていうんですかね、お酒を飲んでいる人であったとしてもですよ、ね、なんでお酒を飲むんですか、もうお酒を飲まないでくださいって責めたらなくなるか、なくならないんです、ね、ついつい私たちはね、いやまたお父さんがお酒を飲んでるんですけどってね、あそうかと、じゃあねもうお酒を飲まないでください、パチパチパチとこういうふうにやったらね、お酒をやめられるならばやりますよ。だけどどんなに相手をいたぶったからといって、相手を責めたからといって相手の悪はやまないんです。ただ真実を知る以外にその悪をやめていく方法は
ないんです。どんなに人を責めてしまう、自分を責めてしまう人間であったとしてもね、ああまた責めてしまったからといってまた自分を責めてしまうんですよ。責めても悪はなくならないんです。私たちの根本的な迷いっていうのはね、なんかこう指摘したらなくなるんじゃないか、責めればなくなるんじゃないかっていうのがあるんですよ。だから人の悪を見たら人を責める、自分の悪を見たら自分を責める、そうやって悪を直していこうとするんです。でもそうじゃない。悪っていうのは真実を知る以外になくす方法はない。真実が知らされた時に初めて今まで間違っていたっていうことが知らされて、悪から離れていくことができるんです。それまでは何をやっても悪はね消えない、ね、どんなにねあなたちょっとねちょっと勉強するって約束したのに勉強しないじゃないかと、ね、勉強しなさいっていうふうに言ったからと言ってね、相手は勉強するわけでもないし、相手がねどんなに悪をしているからといってそれを指摘してもね悪がなくなるわけじゃない。どうしてもねこう私たちの心の中にはあんなことやってていいんですかってねあんなことを見過ごしといていいんですか、全知識さんとねこんなことを見過ごしていたら悪は世の中になくなりませんよと、どうしても悪を責めることによってなくしていこうっていう気持ちがあるんです。でもそれが根本的な間違いなんです。本当恐ろしいなと思うのはですね、思いっきり悪いことをしている人を見てですね、ついつい教えてあげたいというかこう指摘したくなる心がありませんね。えなんでこの人はさこんなね意地悪をするならこんなことをわざとするならこんな風に責めてくるんだろうとね、心で思うだけじゃなく口からもね言いたくなる、ね、そうやって言っている間にその人と同じことをやり始めます。言わなくても心でなんじゃこいつはとね、もうなんて言うんですかね、なんじゃこいつはっていう風にね思っただけでもだんだんそういう人になっていく。でも不思議なことにね、そうやってね人の悪いところを見てね、この人こんな悪いところがあるんですよ、あんな悪いところがあるんですよっていうのを聞いているね人もね、心の中でねそんな風に言わなくたっていいじゃないか、あ、前のあなたと会うといつも悪口じゃないかとね、そんなに悪口ばっかり言わなくてもいいじゃないかと心の中でその人を批判し始めて悪口を言っている自分がいるわけです。悪をする、悪を見る、ね、悪を指摘する、すると指摘した人も見ていた人も悪を作り始める。悪はですねどんどんと連鎖していくんですよ、移るんです。そういう中ね、仏法という教えは悪を責めても悪を指摘しても悪はなくならない、ただ悪は真実を知る以外に悪がなくなっていく方法はないんですよ、こう教えるわけです、ね、これが師匠体ということですね、分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩します。